てのメダルを目指そうというルジアドームは大歓声。中国のヨウハが出てきました。中国陳水艇引退後の中国のエースです。前回シュトゥットガルトは第5位でした。まあ、残念ながら今回はもうエースではないんですね。ヨウハ選手、リリ選手という新しいまた中国のエースがいまして、はい、今のは失敗ですね。これ、あの本会場練習でも何とか練習を見まして、何回も練習をしてはあまりうまくいってなかったのが記憶にあるんですね。昔小さくてキビキビ動いていた頃と比べますと、やはり体も大きくなり女性らしくなった反面、競技力がちょっと落ちてきたように感じられます。9月の8日、18歳、こちらアメリカに来まして誕生日を迎えましたヨウハ。でもヨウハ選手は表現力の方がしっかり身についてきましてね、技がダメでもこれでもかこれでもかというふうに動きを動いて、もう見てる方は何か胸がキュンとしてくるものがあります。さあ最後のタンブリングシリーズです。んこれも失敗。やはり試合前の練習から不安があったっていうのはいけないことですね。私もあのこの本会場のすぐ前直前に見たんですけれども、はい、ムーンサルトなんかは決まってませんでしたから ね。先ほどアメリカのズメスカルの得点は 9.912 でした。また新たな新旧交代ということに本当になってきてますね。屈伸月面失敗。中国はヨウハ、そしてリエン、この2人が前回のシュトゥットガルト世界選手権に出ました。それ以外の4人は新しいメンバーです。リリ、リ・エキホー、セキ・レイエイ、チョウ・ブンレイという6人です。まあ、アメリカでもヤンボー、ヤンボーというそうですね、まあよあ、はい、日本式に言いますとヨハですけれども、ね、ヤンボー、ね、はい、人気があるんでしょ。ありますよ。中国選手はアメリカ 8.637、 はい、はい、あの人気があるんです。まあ、観客もよく知ってまして、お気に入りの選手が出るともう拍手ともう歓迎がすごいですからね。今やはり